冬を暖かく過ごしてもらおうと山下家具店が児童養護施設など県内21カ所の福祉施設に毛布を送りましたこの取り組みは毎年行われていて今年で38回目になります売上の一部を活用して合わせて130枚の毛布が用意され新潟市や長岡市などの施設に届けられます